昨シーズンは18チーム中17位、 J3 降格後4シーズン2桁順位が続く蒲田マーレ讃岐。今日はクロスに合わせるシュート練習やパスワークの確認など実戦に近い形で練習しました。今シーズンは新たに J1 の横浜 F マリノスなどで活躍した金井隆ら14人の選手が加わりました。米山敦史新監督のもと J3 最多シュート最少失点を目標に J2 昇格を目指します。相手ゴールに近いところで奪い返して、そこから何度も何度も、襲いかかるというか、シュートの雨を降らすというか、そういう展開にできるといいなと思います。開幕して以降も、チームはどんどん成長して強くなっていく組織を目指してやっていきますので、一緒に戦ってくれたら心強いです。蒲田マーレの今シーズン開幕戦は今月5日、ホームでゴン中山の愛称で知られる中山雅史監督が率いる沼津と戦います。